うん、第8部は、はい、静香ちゃんが自分の命である時間を管理してくれてるんで、うん、僕にあと6分ですって教えてもらったんで、はい、第8部は6分、はい、ね、あの毒親育ち毒夫の妻に共通する僕の目から見て、はい、一番悪い癖は自分いじめです、はい、ね、あの相手が親、はい、ね、毒親育ちの人は相手が親の時だけは、はい、で毒夫の妻の人は相手が夫の時だけは、うん、100% 自分が悪くても、うん、相手が悪いと思ってください、はい、これが自分いじめを、うん、あの急速に短時間で治す、うん、僕が知ってる一番簡単な方法です。わかりますね。繰り返しますよ、はい、毒親育ちの人はね、相手が親の時だけ、うん、毒夫の妻の人は相手が夫の時だけ、うん、自分が明らかに 1000% 悪かったとしても、うん、100% ちゃいますよ、はい、もう完全に静香ちゃんが悪いね、はい、いやそういうこともあるわ生きてれば、はいはい、わかるよね、はい、心の中では、うん、いや言葉では、うん、あの演技してごめんなさいって言うんだけど、うんうん、あのその演技をするかどうかとかできるかどうかはちょっと置いといて、はい、心の中では絶対にね、うん、自分がね悪いことしたのも、うんうん、この人のせいだ、この人たちのせいだっていうふうに思う練習を自由意志で日々積み重ねていく、はい、これ結構しんどいですよ、うん、でもそれぐらいあの必死で人生かけて、うんうん、はい、あの自分いじめをやめない限り、はい、毒親育ちと毒夫の妻が、うん、あの幸せになれることはないですね、うんうん、うん、これって洗脳やからね、はい、いや人間ってそもそもね静香ちゃん、うんうん、我が身が可愛いんやから、うん、あの自然現象として自分が悪くても人のせいにするのが自然なんやで、はい、分かるよね、はい、それを自分が悪くもないことまで片っ端から自分のせいにするっていうのは、うん、そうやって言われてきたからだよね、はい、そういう思考を癖づけられてるからだよね、はいはい、うん、だから一度たりとも今、ね、あの自分のせいにしちゃいけないっていうことね、はい、分かるよね、はい、いや他の人の時はケースバイケースやで、はい、分かるよね、はい、でもあの親とか夫とかに関してはケースバイケースはなし、はい、ね、絶対に相手のせいにする、はい、分かるよね、はい、うん、これを練習していくということね、はい、うん、できるよね、はい、うんうん、じゃああと3分あります、はい、ね、今日全部ずっと2時間話した中で、はい、やっぱり一番大事だなって僕が思ったことは、うん、今目をつぶって思い出してるんだけど、うん、僕自身がまあ、いつも思ってるんやけど言葉に出せたことで、はい、あなたが今の職場で、はい、その一番なんだっていうことね、うんうん、あれを言葉に出せたことが、はい、僕にとっても静香さんにとってもすごく良かったこの2時間だったんじゃないかなって思うんで、はい、僕は静香ちゃんは、うんうんうん、あの明日も明後日も毒親の被害を受けたとしても、はい、うん、はい、自分がカウンセラーとしてね、うん、特に毒親育ち、うん、毒夫の妻の人たちを助けるカウンセラーとして、うん、今の職場で群を抜いて、うん、あなたの職場にはあれかな、あの一応あの一般的なカウンセラーさんとかもいるのかな、いないです、いないのね、はい、うん、まあ、例えばいたとしても、はい、あの毒親育ちの人を助けたり毒夫の妻の人を助けるという意味では専門性では僕はあのあなたの
右に出る人は全くもって、うんうん、あのいないって確信してるんで、はい、あなた自身もそこをちゃんと明確に確信をして、はい、明日から、はい、今日はお休みなんでしょ、はい、そうです、うん、明日は仕事なの、はい、うん、明日から仕事に行って、はい、あのさ、はよはよあの人助けなんかしたらあかんで、はい、ね、ちゃんとまずあの観察してあげないといけないよ、はいはい、分かるよね、はい、それが優しさやからね、はい、相手に対するね、うんうん、自分にもでしょうね、はい、だって自分でいきなり声かけて、はい、ものすごいとんでもないあの毒親育ちやって自分と似たり寄ったりやってさ、はいはい、うわこれちょっと種類が違うから手に負えないわってなったら困るでしょ、はい、分からんからね、はい、いや本当、はい、でもその前に、うん、あの自分が今までやってきたこと、はい、10年前の自分とちゃんと日々比べてますか、はい、そうですね、10年前の自分と、はい、10年前の自分と今日の自分、はい、今僕の目の前にいる自分と比べないと、あなたは自分を褒めることはできませんよ。はい、わかるよね。はい、うん、わかりました。今の自分を褒めるんですよ。はい、ね、それを続けてると過去の自分も褒めれるようになるんで、はい、うん、自分褒めはしてますか、はい、してなかったです、うん、自分褒めのことがこのみっちゃん先生の本にいっぱい書いてありますから、はい、あのこの本読みながらみっちゃん先生と、はい、うん、あのお友達になって話をしてみてください。はい、わかりました。はい、じゃあご苦労様でございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。